ナローキソンとは、オピオイド拮抗薬の一つである、オピオイドの過剰摂取などで、呼吸抑制作用によって、呼吸困難を起こしている場合に、静脈注射することで、オピオイドの作用と拮抗して、呼吸を回復させることができる。オピオイド受容体のアンタゴニストとして採用し、特に、ミュージ容体との親和性が高く、呼吸抑制や、食道の回復に役立つ。 オピオイド乱用リスクを避ける目的で開発されたオピオイドとの合剤がある。点滴静脈注射で投与すると2分以内に薬効が出現する。筋肉内投与の場合も5分以内である。鼻腔内噴霧しても有効である。効果は30分から1時間で消失するので、オピオイドの効果持続時間がナルキソンよりも長い場合には反復投与が必要となる。浄動不安、興奮。 悪心、嘔吐、貧脈、発汗などのオピオイド離脱症候群を呈している患者に少量を数分ごとに投与し症状が感慨するまで繰り返す。心疾患を持つ患者では心臓関連の諸問題が発生する。妊婦に投与した症例は少ないが限られた結果からは安全性は高いと思われる。ナローキソンは1963年に産経で開発され、 日本では1984年10月に製造販売承認された。米国では1971年に承認された。風雨必須薬品モデルリストに収載されている。ナローキソンは、急性のオピオイド過剰摂取とオピオイドによる呼吸抑制及び意識低下の両方に使用できる。ヘロインなどの使用者に対して、過剰摂取時の緊急措置キットの一部として配布されている場合もあり。 過剰摂取時の死亡率を低下させていると思われる。ナロキソンの処方は、オピオイドの容量が多い場合、または、ベンゾジアゼピン契約物をオピオイドと併用している場合、医学的用途以外でオピオイドを使用していることが判明した場合に推奨される。ナロキソンは、消化管から吸収された後、直ちに肝臓の初回通過効果で分解されるので、ブプレノルフィンやペンタゾシンなど、 多くの蛍光オピオイド製剤に配合されている。これらの製剤では、蛍光投与時にはオピオイドのみが効果を発揮するが、誤用して注射すると、ナロキソンがオピオイドの効果をブロックする。これらの配合剤は、乱用防止に所定の効果を上げている。排血症性、心原性、出血性、脊髄ショックなどのショック症状の患者にナロキソンを投与した臨床試験の統合解析では、 ナロキソンは血流改善効果を示した。しかしその意義は明確でない。ナローキソンは実験的に気象疾病の先天性無痛無汗症の治療に使用されたことがある。ナローキソンは体内で産生される疼痛軽減性エンドルフィンの作用を妨げる。これらのエンドルフィンはナロキソンが遮断するのと同じオピオイド受容体に働きかける。ナローキソンは臨床的にも 実験的にも、偽薬による疼痛軽減作用をも妨げ、ナロキソンを注射されたことがわからないようにしていても、効果があることが確かめられている。他には、偽薬炭剤で体内のミューオピオイドマイナスエンドルフィン系を不活化し、モルヒネと同じ作用基準で疼痛を低減するとの報告もある。ナロキソンはまた、高圧薬であるクロニジンの過量投与時の解毒剤としての効果もある。 重大な副作用として、添付文書には、排水種が記載されている。ナロキソン自身には、オピオイドが存在しない場合の作用は、ほとんどない。オピオイド使用患者では、発汗、大きい、落ち着きの無差、新鮮、嘔吐、好調、頭痛、そして稀に、心拍数変動、痙攣発作、排布種が出現する。ナロキソンのアメリカでの胎児危険度分類は B、または C である。 ゲッハ動物を用いた実験では、最大1日投与量 10mg で、胎児毒性は認められなかったが、人での試験結果はなく、ナロキソンが胎板を通過するので流産の危険性を排除できない。妊婦に対する使用について安全性を確認するためには、さらなる検討が必要であり、それまでは医療上必要な場合に限り投与すべきである。ナロキソンが、 母乳中に分泌されるか否かは明らかではないので、投与中は、授乳を避けることが望ましい。人機能障害や、肝障害を有する患者を対象に、臨床試験が実施されたことはないので、ナルオキソン投与時には注意して、患者を観察すべきである。ナルオキソンは、中枢神経系のミューオピオイド受容体への、神話性が、極めて高い競合的阻害薬で、モアを速やかに阻害して、 急速に離脱症状を発現する。カッパオピオイド受容体やデルタオピオイド受容体に対しても阻害作用を示すが、親和性は低い。他のオピオイド受容体阻害薬とは異なり、ナロキソンは純粋な阻害薬であり作動活性を持たない。オピオイドを併用せずにナロキソンを投与した場合は、自然の高等痛機構が働かないことを除けば、薬理学的作用は何ら引き起こされない。 直接オピオイド受容体作動薬を中止したときに、オピオイド慣用性患者に離脱症候群を弱気するのとは、対照的に、ナロキソンが寛容、依存状態を形成するとの証拠はない。作用基準は完全は理解されていないが、中枢のオピオイド受容体に競合することで離脱を示し、従って、自身では、薬理作用を持つことなく、 内因性及び外因性双方のオピオイドの採用を阻害することが研究で示唆されている。ナローキソンの神話性の値期はそれぞれ、モアで 0.559nm、コウで 4.91nm、銅で 36.5nm であるのに対し、ヒクナロキソンでは、それぞれ 3550nm、8950nm、122000nm であると報告されている。このように、 低ナロキソンが活性生態である。さらに、このデータは、モアに対しては、項の約9倍、銅の約60倍の神話性を持つことを示している。非傾向的に投与した場合、ナロキソンは速やかに全身に分布する。血中半減期は30から81分であり、一部のオピオイドの半減期よりも短いので、長時間にわたりオピオイド作用を阻害する必要がある。 場合には繰り返し投与が必要となる。ナロキソンは主に肝臓で代謝される。主代謝物はナロキソンマイナス3グルクロニードであり、尿中に排泄される。ナロキソンは通常速やかに効果を発現させるために点滴腸脈注射される。腸脈内注射のみである。この場合の効果持続時間は最大45分である。患者の呼吸状態と 精神状態を慎重に観察しなければならない。投与2から3分後に反応がないまたは不十分である場合には、さらに2から3分間隔で最大4回まで追加投与する。それでも効果が得られない場合、別の原因を考えるか、治療法を変更すべきである。効果が見られた場合、さらに観察を続けて、ナルキソンの代謝消失に伴う効果減弱に備え、必要に応じて、 再投与すべきである。日本では、ナルキソンは劇薬であり、処方箋医薬品である。アメリカでもナルキソンは、処方箋医薬品であるが、規制物質法の管理下にはない。すべての州で処方は合法で、医療専門家が取り扱う。取り扱いできる場所は、州により違う。米国では、何十年もの間救急隊員がナルキソンを投与してきたが、多くの州の方式交換は、 救急隊員が到着する前にナロキソンを使用できるようにすべきと考えていた。2015年7月時点で28の州の法執行期間にオピオイドの過量投与に速やかに対処するためにナロキソンが備蓄されている。オーストラリアでは2016年2月、ナロキソンが一般用医薬品として薬局に並び処方箋なしで購入できるようになった。シリンジ内に 医療用と同じ量が1回量重点されている。カナダでは使い切りのナロキソン注射キットが手術のクリニックや救急処置室に配置されている。アルバータ州の規制当局はキットの設置場所を州内全域のすべての救急処置室や薬局に広げようとしている。アルバータ州ではナロキソンの配置薬キットが入手可能であり、ほとんどどの薬物治療構成施設や薬局に置かれていて、 薬局では薬剤師が使い切りキットを販売し、または依存症治療のために調剤している。エドモントン警察署及びカルガリー警察署のすべてのパトカーには緊急用、ナローキソン注射キットが積まれている。王立カナダキバ警察の車両にも、医療関係者や医療技術者、緊急時に対応すべきものは必要な時に薬物を入手使用できる。アルバータ州に続き、 カナダ保健省は2016年にナルキソンの要処方箋規定を撤廃し、より入手しやすくしようとしている。国際的に薬物中毒死が増加している中、カナダの保健大臣は国内でのオピオイド過剰摂取死の増加を受けて、カナダ国民の手がナルキソンに届きやすいう規制を変更することを提案している。2016年2月時点では一部の薬局で 自宅用のナルキソンキットが入手可能である。ナルキソンの CAS 登録番号465から65から6であるほか、塩酸ジオムすや獲物が CAS 登録番号357から08から4、塩酸塩に水和物が CAS 登録番号51481608である。ありがとうございます。